はい。最初のお料理が柿と、果物の柿を使った柿の葉寿司。柿と柿からと葉っぱを開いていただいて食べていただくと料理です。太刀魚のサワニワンですね。はい、太刀魚と細切りにした水菜とごぼうとみょうが、それと蓮芋とお野菜ですね、浮いてるものなんですけど、はい、サワニワンでございます。春巻きなんですけども、はい、食材は、松茸とカマスとあとハリハリ大根というあの漬物を巻き込んで、はい、揚げたものです。刺身ですね、戻りガツオを使ったお刺身で、まずは生姜をお出汁に溶いていただいて、はい、でその揚げたネギと青いネギとお出汁、カツオと合わせながらお召し上がりください。一回焼いても保温して少し余熱で火を通す感じでやってます。すごいですね。ロビンです。
ぼちゃと水なすのグラタンですね。田村牛という、鳥取県産和牛と、シシピというシシトとピーマンを掛け合わせたお野菜を炭火焼きにしたものです。これに、万願寺唐辛子という京都のお野菜を使った味噌で和えまして、で上には九条ネギを乗せてありますので、お肉と野菜を合わせながらお召し上がりください。お野菜の料理ですね。10種類のキノコのあんと、アワフ、ユリネ、ギンナン、カシューナッツですね。食事の終盤にこの野菜だけで作ったお料理っていうのを一つ入れるようにしていて、それでちょっとこう食事の前にちょっと一息落ち着くような感じのイメージで出てます。食事がですね、サバと小松菜とを入れたご飯です。
お刺身で食べられるサバを使っているので、最初はちょっと生のフレッシュな感じのサバを楽しんでいただいて、その後は余熱でなんで火が入っていくので、入ったサバを楽しんでいただく感じです。で、こちらの針生姜ですね、ご飯に入れていただくととても美味しくなりますので、うちで入れていただくと変化が楽しいかと思います。栗のパフェですね。焼き芋と芋けんぴをあしらってあります。下に梨、上にはマスカットとイチジクを乗せてありますので、それで組み合わせながら召し上がりください。